荒らされた盤上を見た老人はただ交差とした。今日はもう遅い。お主はまだ山を降りないのか。木こりは空を見た。ここで碁を見たのはせいぜい1時間。このご老体は碁を邪魔され怒っているのだろうか。そんなことを考えながら頭を下げた瞬間、彼は仰天した。そこに碁を打つ老人などいなかったのだ。あるのは朽ちた碁盤とドクロだけ。木こりのカゴが投げ捨てられる。血の気が引いた彼はその場から一目散に逃げ出した。しかし山を降りてみるとそこの景色は見る影もなく変わっている。かつての小さな村はレンガ造りの大きな町に、そしてかつての家は何もない空き地に。暦も自分が見知ったものでなくなっていた。驚いた木こりは村人にその暦について尋ねてみると、すでに100年が過ぎていたのだ。彼の家族も友人もみなしに、顔を知った者すらもういない。それってつまり100歳年を取ったってことじゃん。上昇山を降りたって本当なの？その話手を加えすぎじゃないか。まあ外の人にはわからないかもしれないけど。確かにそこには矛盾がある。だがこれには裏があるのだ。この上昇山にもう一つの伝説がある。それは山の聖地に隠された不死の秘宝。皆も知っている通り、上昇山には祭主が長い間住んでいる。だから山にある全ては祭主の力を持つ。つまり山に長く住み、その空気を吸い水を飲めば自然と寿命が延びるだろう。そして木こりが見ていた対極こそが不老の秘訣なのだ。まあ残念なことにそれにたどり着く方法は失われてしまったのだがな。それはさておき、話はまだまだこれから。またね。はあ、なんだよ騒がしいな。あ、何持ってんだ？どれどれ？雪の影が川になるとき、虹を見下ろし軒を連ねる場所であなたを待っている。うむ、なるほど。全然わからん。でもまあなんとなくはわかるな。
要はお前に会いたいってことだろ。あのお姉さん恥ずかしがり屋なのかな。ふむふむ、雪の影が川になるとき、何言ってんだ。お前そんなことまでわかるのか。はあ、それにしてもコーチンって似たような場所ばっかりじゃないか。お姉さんが行ってる場所まで行けるかな。そうだな、じゃあ道案内は頼んだ。漂白者じゃないですか。何か私にご用でしょうか。おお、なんと、あなた最強の適任者を見つけましたね。何を隠そうこの私、コーチの新たな実力を編纂しに来たものです。軒を連ねる場所。あ、思い出しました。これはコーチの一番高い場所から見える景色のことですね。高知の北東に行ってみてください。行けば一目でわかると思いますよ。それよりさっきのはやはり調理様ですよね。話していたところ見ましたよ。もちろんです。顔を見せることは滅多にありませんが、今週で調理様を知らない人はいません。調理様は玄病新人の弟子で、獣王術に長け、長子に任命された百貫の王様。まさにこれ以上ないほど尊いお方なのですよ。そうです。その後交流の平和のため霊院様を補佐する任につき、舞台裏で全身全霊を仕事に捧げるその精神たるや、憧れるのも当然ですね。はあ、だからずっと尾行してたのに、まさか一瞬目を離した隙にいなくなっちゃうんだなんて。何か用？ああ、雪の影が川になる時か。外から来た人が知らないのも無理ないね。これは高知の伝説の一つ、つまり羊の時、一番暖かい時間のことだよ。あれは数百年前のこと。豪雪に苦しむ貧しい村人を見たある人が、共鳴の力で温泉の流れを作り出したんだ。氷が溶け、霧が西へと流れゆく。さながら仙人の降臨といったところかな。でも時間の経過とともに、というか高知ができてからはその言葉以外なくなっちゃったんだよね。まあスーさんからの受け売りなんだけどね。実際には見たことないよ。でも伝説って大半がそういうものじゃない？信じてないわけじゃないけど、君はどう？さっきあの話聞いてたよね。ふーん、君もああいうのが好きなんだね。スーさんはコーチンとゆかりのある家系らしくてね。
レイン様の活躍で危機が去ったと知ってここに戻ってきたんだ。で、外の世界に興味がある連中にああやって受け入れられて、結局。確かによそと比べればここはかなり異質だと思うけど、自分の故郷に根も葉もない噂が立つのは許せないんだ。それに最近は観光気分でここに来る人が多くてね、人を見るなり伝説の人とか、炎尺花を食べたから長生きしてるのとか聞いてきて、随分と変わってしまったな。なんだよお前、俺は何もしてねえぞ。そうか、でも悪いが俺はここの人間じゃない。道案内なら他を渡ってくれ。ん？待てよ、お前さっき調理と話してたやつか。気をつけろよ、あいつは人の心をもてあそぶのが趣味の根っからの関心だ。あんなのと一緒にいたらいつか食い物にされちまう。知らないのか、あいつは中央の官職を捨ててこんな偏僻なとこに来た。きっと何か裏があるに決まってる。表向きは自主的にってことになってるが、酩酊で何か悪さをして左遷でもされたんだろう。お前まんまと騙されたな。あいつは野望のためなら何でもする。きっともう何かしらの罠にはまってるだろう。もう手遅れだ。それにあいつ今週に来てから仕事してるのを見たことがない。レイン様も見る目がないな、あんなのに騙されるなんて。ふん、俺はあいつのやり方が気に食わねえんだ。あいつ、今週のあの客人を騙して上昇山に連れ込んだじゃないか。あの頃の上昇山はとても危険な場所だったはずなのに。どうやら無事に済んだらしいが、自分の悪事を隠すためにそこまでするなんて、極悪非道にも程がある。ま、少し言葉がきつかったかもしれんが、お前外の人間で騙されやすそうな見た目してるからな。用事を思い出したので失礼します。なんかあのお姉さんの評価バラバラじゃない？人間ってのはよくわからないな。でも紙切れの意味ならわかってきた。なんだかすごーく回りくどかったな。眠い。漂白者、奇遇ですね。どうですか、コーチンには慣れましたか？上昇山の問題が解決し、甲州との往来も再開しました。それに時間の乱れが解消され、他の集落との交流も回復しつつあります。これも全て
漂白者のおかげです。あなたはコーチの恩人です。何か要望があれば遠慮せず言ってくださいね。ところでさっき聞き込みをしていたようでしたが、何か問題でも？真意は調理と窮地の中だったはず。彼女に聞いてみよう。確かに彼女らしいですね。ジョーリとは深い仲ではありませんが、人よりは彼女を知っているつもりです。彼女は自分の象徴をやすやすと他人に与えません。なして、それについては彼女に直接。彼女の性格はあなたの知る通りです。彼女は決して一目でわかるようなことはしない。そのシーンがわかる人もほんの一握りに限る。そのせいで彼女に関する噂も不評もたくさんあります。だから調理の意図はあなた自身で推し量るしかありません。この謎の答えはもう出ているようですね。でもこの謎は答え以外のものも示そうとしています。では私はこれで失礼します。また何か困ったことがあれば私のところに来てください。失礼。
って。こう見るとあの遺跡でっかいな。遺跡を望むあの建物、東屋だろうか。確かにあそこなら待ち合わせにはもってこいだな。動いたら眠くなってきた。紙切れに書いた目的地はきっとあそこだ。約束を果たしに行こう。少し遅くなったみたいね。じゃあまずはお礼を。来てくれてありがとう。なーに、相変わらずって。今週に着いた時にもらった印、あれもあなたの提案？へえ、なかなか鋭いんだね。あれはやむを得ず打ち出した下策。あなたを振り回すつもりなんて毛頭なかった。何はともあれ、ちゃんと謝罪しないと。またこうして面倒ごとに巻き込まれてくれるって言うんだからね。来てくれて嬉しいよ。
あなたにも冗談に興じる趣味があるんだね。でもお客人にそんなことをさせるつもりはないよ。聞いてみたいことがあってね。この盤面に見覚えはある？そうだったね。あなたには記憶がない。では上昇山にある不死の秘宝の伝説って聞いたことある？そう。でもあなたが聞いたものとは少し違う。100年ほど前、とある修行者が上昇山にて偉人と出会い、それから山にこもった。碁を打ったりしながらね。そこに山に迷い込んだ一人の木こりがやってきた。彼は盤面の行方に夢中になり、ついうっかり碁と石に触れてしまう。しかし偉人はそれに怒ることなどしない。それどころか木こりを歓迎し、彼を山のふもとまで送り届けてあげた。それから年月が過ぎ、年老いた彼はようやく上昇山に戻り、あの偉人と再会を果たす。その時二人は碁を打った。一説によると偉人は不死の秘宝を最後の対局に隠したという。正解であり不正解、これは類書に残され、棋譜に基づいて再現された未完の対局だから。どう？知ってる伝説とは違うでしょ。でも本筋は同じ。きっと口伝されていく中で少しずつ変化していったのだろうね。伝説というのは往々にしてこういうもの。時間が話の形さえ変えてしまう。その通り。残された棋譜にはこう記されている。この対局は時間の乱れを解くと。つまりこの対局を終わらせることができたなら、時間を制御する秘宝、不死の秘宝にたどり着ける。上昇山が現れるとき、対局もまた現れる。時間制御と対局の関係性はまだわからないけど、それが本当なら。感知する可能性がある。でもまだ確証はない。棋譜に記された情報はただの師匠の思い出かもしれないからね。だからお願いしたいのは本当に個人的な頼み事。もう一度わらわと一緒に山へ入り、その棋譜を探すのを手伝ってほしい。どうしてって、前一緒に行ったんだし、祭祀関連の件ならあなただって気になるでしょ。
それとあなたはわらわにとってこの上昇さんにとって特別なのよ。さっきの問いはあなたとあの盤面に何かしらの関係があるかもしれないから聞いたの。ごとは二人で打つものよ。そう。そうね。では、高知近くの参道で落ち合おう。じゃ、先に向かってて。わらわは少し準備してくるから。約束通り来てくれたのね。案内人なんだからそれぐらい当然でしょ。抜け道に小道、何でも知ってるんだから。前回の調査で最も見込みのある場所を特定できた。そこに行けば新しい手がかりが見つかるかもしれない。フラクトシデスの連中を倒した後、合流するまでにちょっと探しといたんだ。でもそこに着いてからはあなたの手を借りることになる。頼もしいじゃない。それじゃ出発しようか。どうしたの？
これも二人のいい思い出になるかなってね。あの遺跡が気になる？見た感じ食堤の遺跡と似てるけど、規模はこっちの方が全然大きい。採取の降臨と同時に発生した異変の後、あそこに食堤の人が住み着いたらしい。時間を戻す装置もその人たちが関係してるとか。一緒に参りましょう。やっぱりあんこがいなくちゃね。出発だ。故郷におまじないがあった。初雪が降ると新雪を踏んで足跡を作り、雪が溶ける頃にかなうよう願いを書く。勝利もやった。わらわが踏めば雪はあっという間に溶けてしまう。だからただ遠目に見ていただけだ。ここからだと工賃を一望できるね。なんだか前に来た時よりも綺麗。やっぱりあの時とは違うからかな。今は頼もしい仲間がいるとか。おい、なんか残像の匂いがする。それもちょっと変な感じが。残像のと人間のと、それといろんな周波数が混ざり合ってる感じだ。これは。お前まだ我を信じないのか。こっちは親切でやってるんだぞ。漂白者、もしかして何か起きた？目的地と同じ方向。もしかして壁を登った後、どうやら先客がいるようね。どっか行け。くそ、もう力が。
助けか。ありがとう。あとは任せて。俺だってまだ戦える。ありがとうございます。俺は大丈夫。あんたはもしかして漂白者？名式と戦ってレイン様と一緒に上昇山の時間の乱れを正した英雄、今州の人ならみんな知ってるよ。それに、ジョーリ様、こんなところで会えるなんて。二人がいなかったら、俺は間違いなくここで死んでいた。でも、俺はこんなところじゃ死ねない。俺を待っている人がいる。ようやく見つけたんだ。これまでの苦労が報われたんだ。危機が去ったにせよ、上昇山にはまだまだ謎が多い。調査を行うには神聖の上、予期の護衛をつける必要がある。どうして一人でこんなところにいるの？俺はただ上昇山の伝説を偶然耳にしただけだよ。だからそれを確かめたかっただけで、半日かけてたどり着いたんだが、帰りに残像に襲われて。もう戻らないと。フレイが俺を待ってる。まだ何か隠し事があるみたい。どうやらここは長くとどまる場所じゃないようね。それに傷は工賃でしか処置できない。そうだね。そもそもこの山に残像がいること自体がおかしい。いや、それは彼が回復してから聞くことね。この人、服装から察するに先駆条約の人かしら。となると、コーチンに彼の仲間や知り合いがいるかもしれないね。ここは漂白者の言う通り、まずは戻ろうか。この人の仲間を探してる？ごめんね。
私、先駆条約に入ったばかりで、知らない人もまだまだ多いから。でもこの先輩の装備は1年前以上の旧式だね。ここはユーネーさんに聞いてみるといいかも。ユーネーさんはこの先にいるよ。彼とは上昇山で出会った。この者の仲間を知ってる？ゴレイさんじゃないですか。何があったのですか？彼は先駆条約の探検家です。といっても今州に来ることは珍しくて、こうして会うことは滅多になかったのですが、ただ数ヶ月前に長期休暇を取り、フレイさんと一緒に旅に出ました。彼の恋人です。彼と一緒にコーチンに来て、今はあそこの宿に泊まっています。本当にいつも彼のことを心配してて。というか、彼、本当に大丈夫なのですか？早く医者のところに行った方が。大丈夫だ。フレイが待ってるから。大丈夫。すぐ彼女に会わせてあげる。ゴレイさん、無理しないで。ありがとう。私は大丈夫。あなたたちは？ゴレイさんは一体？はい、私です。この状況は。フレイ、怪我してるの？私がもっと頻繁に連絡してれば。聞いて驚け。俺は見つけたんだ、病気の進行を遅らせる方法を。もう無理しなくていい。これからも俺たちはずっと一緒にいられる。つまり伝説は本当だった。クレイ、嬉しくないのか？うん、嬉しい。本当によかった。ああ、それは何よりだ。ゴレイさん、漂白者、そして勝利様、本当に彼を助けてくれてありがとうございました。
一体何があったのですか。あんなにボロボロの五霊さんを見たことがないので。彼が半日しか山で過ごしていないと言ったのですか。ええ、でもあなたにとってはそうでなかった。はい、私はもう7日ほど待っています。これまでも3日ぐらい音信不通になることはあったのですが、さすがに今回は長すぎです。多分私のせいです。私はもともと風景画家で、仕事で偶然五霊さんと出会い、彼と一緒にたくさんの美景を見て回りました。でも半年前、私は重い病気を患い、彼と一緒に探検したりスケッチしたりすることができなくなりました。彼が私のためにあちこち訪ねるようになったのはそれからですね。私たちは2週間前にここへ来ました。私、彼にはここで気晴らしをしてほしかったのですが、ご存知の通り彼は一人で山に入り、ボロボロになりながら私の病気の対抗策を見つけたと。上昇山にあるという不死の秘宝のことかしら。はい、上昇山には時間の止まった桃源郷がある。だからそこに行けば病気がこれ以上悪くなることはないと彼が。治すことはできないけど、これからも一緒に暮らせると。こんな伝説、ただのおとぎ話だと思っていましたが、さっきの彼の話を聞くと。私もそう思います。でも五霊さんはその伝説は本物と頑なに信じ込んでいるみたいで。確かに上昇さんには時間の乱れが生じていた。でもそれは根子と漂白者により解決されたはず。そう、上昇さんにはまだ時間の乱れが残されている。で、伝説を追い求めてきた五霊はそこに迷い込んだと。その伝説はあなたたちの問題を解決するものではない。むしろ彼を危険にさらすもの。そうですか。ヨキがここに来たのは山に残された異変を片付けるためと聞きました。一般人の立ち入りが禁止されているのもそれが理由ですよね。やっぱり時間の乱れはとても危険なものだと思います。だから漂白者、勝利様、お願いです。
それを消してください。それは彼にとってあなたを救う唯一の方法よ。いいの？私はここにとどまることを望んでいません。どうか私のことは気にしないでください。夢はいつか覚めるものです。大事なのはちゃんとその先に進むこと。私は大丈夫です。ごめんなさい、こんなに長話したのは久々ですから。少し疲れただけです。少し休めば大丈夫。五霊さんが起きたら私はちゃんと教えますから。伝えるべきことはちゃんと伝えた方がいい。あなたが口に出さなきゃいつまでも彼は何も知らないままだよ。はい、わかりました。漂白者、ここは一度真意様に状況を説明しに行こう。二人揃ってどうしましたか？なるほど。山に発生したおかしな残像に隠された時間の乱れ。その話を聞く限り、まだまだ謎が多いようですね。さっきの不礼の話、漂白者はどう思う？
山に入って半日程度なのに、高賃では7日が過ぎてしまった。ここは大丈夫だけど、時間の乱れは確かに生じている。祭祀との一戦の後、今氏は予期軍に山の調査を行わせ、上昇山の異変が去ったことを改めて確認してから入り口を開放させた。だからまだ未知の時間の乱れがあるのだとすれば。ええ、その通り。でもどうして今。フレイの言う伝説は、乱れではなく代償のない完全なる静止。でも五霊は自分の発見に自信を持っていた。たった半日でたどり着いた、わらわに知られたくない発見にね。巧妙な嘘には真実が含まれている。あの探検家の嘘の中にも、誰かを救いたいっていう本当の意志があるのかもね。新たな時間の乱れの正体、気になるわね。どうしたの？たとえ不治の病だろうと、可能性があるのならそれにすがるべきって言いたいのかな。きっとすでに自分の運命を受け入れた、あるいはそうまでして生きることが嫌だった。まあいろんな考えがあると思うよ、ジョーリー。ただの推測ですよ。あなたも気づいた。あそこの周波数の起伏、時間の乱れとそっくりだった。それに寄付が最後にあったという場所と、あの探検家が行こうとした場所も一致している。つまり今回の異変は寄付と関係しているということですか。それが本当のことなら、探し物をしてる人は他にもいるということになる。あの探検家、情報の入手ルートについては何も言わなかった。でも上昇山への知識は明らかに初めて訪ねた人のそれではない。つまり予期にまた山の入り口を封鎖するよう手配しておきましょう。それと調理の指揮権限はそのままで構いません。今回こそじっくり調査させてもらいます。それに確かめたいこともできました。
この問題必ずや解決してみせましょう。今回は危険な旅となる。そう、漂白者、本当にありがとう。申し訳ない限りです。羽を伸ばしてもらおうと思い誘ったのに、こんなことになってしまうとは。二人ともくれぐれも気をつけて。これであの二人の思いがはっきりしたね。まだ推測だけど、フレイは残る命を使って自分たちの夢に少しでも近づこうとしている。だから得体の知れない秘宝に頼るのではなく、来たるべき死を受け入れた。桃源郷に入り、そこで暮らすということは、ゴレイが探検家としての未来を捨てたのも同然。だから彼女はそれを望まない。彼女が本当に望んでいるのは、お互いが別れを受け入れ前へと進み夢に近づくこと。きっと彼女は自分のいない未来に希望を持っているんじゃないのかな。どうしてそんなことを聞くの？あくまでも推測よ。でも彼女、自分を隠せるほど器用ではなさそうだけどね。日記の話に戻ろう。はっきりとは書かれていなかったけど、ゴレイに情報を与えた者の目的が見えてきた。やはりこれは偶然の出来事じゃない。
すべての手がかりが時間の乱れとあの対局の関連を示している。あるいは誰かがそれらを結びつけている。ええ、採取のことをあれだけ知ってるなんておかしいもの。何やら諦めの悪いお方がいるみたいね。ここまでお膳立てしてくれたんだもの、答えてあげなきゃ不遂ってものでしょ。覚書と五霊の日記にある地図を照らし合わせてみて。その場所はすぐそばにある。あれは時間の乱れがよりはっきりと感じる。手で掘った跡がある。五霊がやったのか。これは囲碁盤ね。ここに生じた時間の乱れは装置の影響かもしれない。なら元に戻す方法もあるはず。実にまさに今日つく一手、あっぱれだ。いやはや、ここ上昇山でこうも熱い対局ができるとは、まったく若いのに大したもんだ。ご冗談、今でも腕の差ぐらいわかるつもりだ。一人は師匠ね。でももう一人が意図的に消されてる。そう、じゃあもう一人は誰だと思う。数十年ぶりの再会のはずだが、その顔はあの頃と何も変わっていない。まさか長い間探してきた命の恩人が法に知っていたものだったとは思わなかった。それと昔の約束を覚えてくれているのは嬉しいことだが、新しい州が設置された今、名を轟かせた者がなぜ身を引こうとしている。少し喋りすぎたようだ。まだ時間が許すのならもう一曲いかがかな。さすがだ。あと20年与えられても万に一つの勝算もないということか。随分と長い時が経った。盤上は千変万化。
初めこそ似たような曲であっても終盤には様変わりする。それはこの世も同じ。変病の一門は世間から姿を隠し、この天下を碁のように動かすことに専念してきた。しかしお主は自らその身を盤上に投じ、局面を変えることを選んだ。それは時間の残されていないわしに通れぬ道だ。何、悲しむことはない。この祭主のもとで眠りにつけることもまた幸運だが、その時お主と碁を打つのはわしではなく弟子の方になる。その表情、この謎が解けるかが心配なようだが。心配ご無用だ。あの子の知恵と力があれば何も問題はない。この対局は本州、交流、ひいては世界の未来につながるもの。道はまだまだ長い。だから最後の対局はお主に。一番最後に顔を出すなんて、あなたたち失礼だと思わないの？お前の思い通りになると思うなよ、チョーリー。ここをあなたたちの墓場にしてあげる。だけじゃない、お前の追っているお前には先がない。だからただ俺たちを連れてってくれればいいんだよ、うん、そうね。悪いが、ここを通すわけにはいかなくてね。前世紀の核が持っていた代償なしに時間を操る力はこのソノラの中にあるんだからな。そう、その真意はまだ誰も確かめていない。はっ、なんだっていいさ。これほど強いソノラが上昇さを飲み込む様はきっと美しいだろうよ。まあ、入り口を開けてくれた漂白者にお礼ぐらいは言ってやらないとな。やはりあの人の言う通り、お前は特別だ。
見知らぬ場所、フラクトシデスも調理もいない。早く見つけないと。こっち来ないで。大丈夫です。これは私の能力。もう慣れてます。とにかく離れてください。そうでないと、あなたも火傷しちゃいます。襲われました。だからもう何も残っていません。どうしてこんなところに来たんですか。ここに来る人なんて追放者くらいなのに。悪者はみんなそういう、諦めた方がいいですよ。ここには残像と私しかいないから。ここなら私を怖がる人いないし、誰も私のせいで傷つかないから。とにかく早くここから離れてください。危ないですよ。それに本来ソノラの幻影とは会話できない。まさか時間の逆行の影響で調理は。どうしたんですか。もしかして道がわからないとか。じゃあ安全な場所まで連れてってあげます。せめて人がいる場所まで。この仕掛け、両方同時に操作しないと開かないみたい。じゃあ、私があっちに行きます。開いた。ここから出ると、すぐ安全な場所に着きます。あれ、ここってこんな感じだったっけ。この人、残像に襲
残像なんていなかったはずなのに。私の力で全部やっつけてやる。これも音の力ね。これも俺の力に。チャンスがあるはず。入れよ。虹に身を寄せ。あまたなる光よ。これも音の力ね。この力、使わせてもらう。アンコールの時間だ。どうして。子供扱いしないで。私、強いんですよ。これも音の力ね。私が住んでた村は残像鳥に襲われました。でもちょうど私だけは地下にいたんです。私外に出たらもう誰もいなくて、もう安全な場所なんてどこにも。はい、これは予想外ね。この髪切れくすんでますね。私がもっと早く来てたら。はい、歴史を感じるね。保存食です。それもまだ傷んでないやつ。ちょっと凍っちゃってますけど、
温めれば大丈夫。お姉さん、お腹空いてませんか？ここに来るまで何も食べてなかったですよね。これ、全部あげます。私は、まだ大丈夫です。やはりここにも残像が。下がって。はい。よっ、横島を取り払え。開く鍵？はい。でも門を守っていた人たちは、これは予想外ね。全然大丈夫です。私、共鳴者ですよ。とても強いんです。火だって操れます。暖かくて明るい日、これは寒さと化け物を退けるものですから。それは私がまだ未熟だから。私に共鳴能力を教えた共鳴者からは、これを使いすぎると寿命が減るって言われました。理由は話が長くてよく分かんなかったけど、
とにかく力を使うなって。でも使わないと残像に食べられて殺されちゃう。今を生きられないなら寿命を延ばそうとしたって意味なんてないよ。私は死にたくなんてない。生きて立派な大人になりたい。自分の力を使いこなしたい。守ってくれた人たちの力になりたい。それができたらきっと太平の世も訪れるから。村の先生から聞いたんです。みんなが楽しく過ごせて住む家があって腹ペコにならなくて済むとってもいい世界。でも私にはどうしたらいいかわからなくて。はい、できればあなたみたいなすごい人になりたいです。けど見たことないものばっかり。この門は来たことがあるようなないような、なんだか不思議な感じです。少しあたりを調べてみませんか。何かあるかもしれません。これは周波数の異常も残ったまま、時間の乱れはかつての上昇さんと同じ。時間の乱れをはらんだソナラ、これじゃ迷えば二度と外には出られない。これを師匠の仕掛けた謎というわけか。惑わせる術か、それとも確かめるための策なのか。あるいはいずれにせよ慎重に進まないと。まずは漂浮者を探そう。お腹すいた。これ
焼いたら食べれるかな。あの頃は理科を操れなかった。残像ともうまくいかないので、いつも気づかない。綺麗に焼き尽くせ。愛をだ、いでよ。世に構う、任せて。烈火のきらめき、はっ、動かない。こんな手はどう。はっ、かな。私は大丈夫、ありがとうね。でもまたこんなボロボロになって、まだこの前の傷だって治ってないでしょうに。私は共鳴者だからこれくらい平気。あ、本当に強くて優しい子だね。ならなおさらこんなところで一生過ごすべきじゃない。上京しなさい。あなたほどの力があればきっといい感触につける。お母さんは、みんなはどうするの。いつか偉くなったら私たちを迎えに来ておくれ。さあ、これを持っていきなさい。これは使えそうね。ここは師匠が隠居した家。不安定なソナラの影響で空間も乱れている。待ってください。なぜ追いかけてきたのかな。あれは雨宿りをさせてもらったわしからのお礼だ。気にすることではない。じゃあ、あの時の言葉
大敵と相対すれば身を守り、機を伺い決着をつけろ。あれってどういう意味ですか？よもや老人の思いつきを覚えているとは。炎病新人先生の素晴らしい評判をずっと耳にしてきました。その私を弟子にしてくれませんか？私は生き残りたい。力を制御できるようになってもっと強くなりたい。強くならないと太平の世は見られないから。太平の世、それがいかなるものかは知っているのかね？みんな帰る家があってお腹いっぱい食べれることです。私も共鳴者なんですよ。私の力すごいんです。ほら見てください。これはいいか。この身には余る力、加減を誤れば己の身を焼いて死んでいくか。今こうしてここにいることがわらわの幸せ。力を御する術はわしが教えよう。だがこの世を変えるは力だけでない。誰もが幸せに生きていける太平の世を目指すのなら、未来を変えるのなら、策を巡らす知恵を身につけるのだ。上げろ。この能力は理科、太平をもたらす炎を残す火。これからは調理と名乗るがよい。わずかのわしに相応の場所だ。この先は一人で行く。そこは危険な場所ですよね。どうして私は行ってはならないのですか？お主の未来がそこにはないというだけだ。長に、聡明なお主はいつか大成するだろう。しかし力の代償が消えることはない。その命が人より短いことを忘れるな。
かりました。よく考え、慎重に策を練り、その羽が自分のものになったとき、世界を変えることができる。紐に銘じておきます。まだ探し人のことが何も分かっていません。一体どうすれば。日が訪れると分かる。その時にはわしも手助けをしてやろう。お主がすべきはその知恵と力で大事な客人に道を示す。この人こそ世界を変えられる力の持ち主。そのものを探し出し力を借りるといい。さすれば太平の世も叶えられる。もう見つけましたよ、師匠。この五番のソナーは謎である答え。このソナーの最後はすぐそこに。これも師匠が残した謎のようだ。大丈夫です。私、思い出しました。まだぼんやりしてて、はっきりわからないけど、私、何かを探してた。ずっと、ずっと。
ません。でもそれはとても大事な、世界を変えられる何か。私どうしてここにいるの？なんで知ってるはずの景色がなかったの？わからない。それにあなたから懐かしさを感じるのはなんで？会ったことないはずなのに。であの門を開けられるかも。あの先に一体何が？はい、そうだといいですね。これは予想外ね。勝敗はすでに決している。師匠、よくやった。その答えを手にしたい。いよいよ旅立つんだ。この先にお主の道が未来に。お待たせ。この空だ、人を飲み込むぞ。見ろ。くそ、罠だったのか。転んじゃった。イエーイ。
もう大丈夫。これが最後の一手。この曲は終わり。痛くもないね。綺麗。コレイさん、これって私たちがずっと求めてきた破滅の先の神聖じゃない？クレイ、これで全て終わり。探し物はどうでしたか？ご苦労様。時間の乱れは完全に消滅し、フラクトシテスの残党も予期が捉えました。これで全て解決です。でもずっと連絡がなかったのは何か訳があるのですか？ソナラに隠された時間の乱れ、道理で見つからなかったわけですね。でもまさかそれを丸々燃やし尽くしてしまうとは。あまり褒められたものじゃないですよ。心配には及ばないよ。脅迫者、調理様。お医者さんのおかげでゴレイさんは大事に至らずに済みました。私も今は歩くぐらいなら平気です。でももう5日ほど過ぎているので。俺、助けられてまだお礼すらしてなかったのに、二人が山でフラクトシテスに襲われたって聞いていいよ、それぐらい。それに今回はただわらわたちとフラクトシテスが戦ったというだけのこと。これがあなたとどう関係があるというの？そうだとしても勝利様は命の恩人です。それにお二人のおかげでこの絶景にたどり着くことができました。旅の終わりにふさわしい最高の景色です。不死の秘宝のこと、フレイから聞きました。心のどこかで気づいてはいたんです。でもどうしても諦めきれなくて。
これが旅の終わりだって認めたくなかった。でももう彼女と話はつけました。これからいろんなところへ行って、いろんな景色を見て、そしていつか私は筆を握れなくなる日が来るでしょう。でもその日まで雑誌に絵を載せてもらう契約をしました。もちろん別れが訪れることに変わりはありません。でも私は最後のその時まで全力で頑張ります。たとえあなたが姿勢へのこだわりを捨てたとしても、そばにいる人たちがあなたの幸せを願っていることは忘れないで。はい、分かっています。それに一日でも一秒でも長くあなたと一緒にいたいなって。ああ、俺たちはいつだって。今はまだ悲しむ時ではないでしょ。交流寮内で腕の立つ医者の連絡先を集めてみたの。たとえ不治の病であっても可能性は捨てるべきじゃないから。勝利様、本当にどうお礼を言えばいいか。礼には及ばないよ。だってわらわも交流社員に乗るあなたの作品が楽しみなの。大人気画家の絵が6号も連続でお休みなんて、ファンの人たちはがっかりよ。そんなに驚かなくても、もう失礼な人ね。無事解決したことだし、帰るとしよう。漂白者、あなたも疲れたでしょ。まあ後始末はまだ残ってるけど、後のことはわらわと真意様に任せて。まだ信じてくれてないの？でも今日はもう遅いことですし、帰って休みましょうか。
あれからもう2日経った。勝利は今頃どうしているのだろうか。そんな心配ならいっそのこと聞いてみたらいいじゃん。そうだね。きっと調理を探すのには骨が折れる。先に真意を探そう。チャンスはあるはず。これも音の力ね。漂白者、来ましたか。後始末も、捕らえたフラクトシデスの尋問も無事終了しました。奴らの目的は、時間を制御する秘宝を手に入れ、上昇山に再び混乱をもたらすこと。でもそれはあなたたちが阻止してくれました。ただどうやらあの場にフラクトシデスの観察が一人いたらしいのですが、逃げられてしまったようです。この件はすでに偏帝に報告してあります。今後上昇山の守りも強化され、二度とこのようなことは起きないでしょう。彼女は今週に戻りましたよ。あれだけの力を使えば、さすがの調理も休息が必要ということでしょう。そう言うと思って彼女から伝言を預かっています。上昇山の東屋で待つ。それと今回は堅苦しい謎はないだそうです。Thank you.
どう？ちゃんと休めた？そんなの見たらわかるでしょ。安心して、今日はちょっと世間話がしたいと思ってね。それにあなたも聞きたいことがあるんじゃない？そう？ではこの調理が答えて差し上げよう。寄付についてはわらわの師匠玄病信人が果たしたとある出会いが関係している。残像町に巻き込まれた師匠はある偉人に救われた。過去の歴史に幾度となく現れ、師匠も姿を垣間見たあの偉人に。時を経て師匠は上昇山でその人との再会を果たす。そして二人で碁を打ち、その後語られる寄付を残した。でもその寄付は単なる通過点。本当に大事なのはその打ち手だった。不死の秘宝については残念ながら説明のつかない神秘に触れた木こりの無双だったということね。ではこの調理が答えて差し上げよう。あれは師匠が仕掛けた謎、つまり測定の装置によって隠され、上昇山の時間の流れが戻ったことにより現れたソノラ。フラクトシデスはもともとそれに目をつけていた。奴らは元より五番の上にいたというわけね。で、伝説を探していた探検家、奴らにそそのかされた彼が防衛機構を作動させてしまった。傷ついた採取がもたらす災いを見越したこととはいえ、なかなかに厄介な防衛機構だったよね。あのソノラは侵入者をことごとく滅ぼす。対抗策を持たない限り、そう。でもこの身を傷つけずにソノラを焼き払うには緻密な制御が必要となる。きっとこれも師匠が残した試練だったのだろうね。もう一つ分かったことがある。わらわは師匠から使命を託されている。かつてここで師匠と共に碁を打った人を探すという使命を。師匠亡き今、その人がソノラを制御できる唯一の存在だから。
昔からよく聞かされていたわ。あなたが今週を訪れた時からある程度目星はついていたけど、上昇さんの一件を経て確信に変わり、そして五番のソノラが答え合わせをしてくれた。ではこの調理が答えて差し上げよう。やっぱりこの記憶嘘じゃないんだね。あれは取るに足らない過去を持つ名前のない子供。でもそんな過去の1ページの中に新しい記憶ができるとは思わなかったよ。たとえ一瞬であったとしても、わらわを守ってくれたあのぬくもりはずっと大事にするから。わらわのこと心配してくれてるのかな。ソノラを焼き払い、わらわの命も燃え尽きてしまったのではって。でもそれなら安心して、わらわはもう力を寄せない子供じゃない。立派なお姉さんだよ。あなたは伝説に語られる人物、それこそ最初にも等しい永遠を生きる存在だと思う。多くの開口や別離を繰り返してきたあなたにとって、一つの死は一瞬の出来事じゃないの。あなたのおかげかな。今この目に映るすべてがこんなにも愛おしく思えるのは、漂白者、この未完の対局、わらわと最後まで遂げてくれるか。幼い少女は歩みを進める。目に映る惨状、響き渡る悲鳴、溢れ出す残像に住処を失う人々。彼女は危険を斧が血と火で追い払う。彼女の師匠は言った。混沌の世界にある命は儚い。ならばすべきは自らを燃やすことではない、生き延びることだ。より遠い未来をより明るく照らすために。
彼女はつまずきながらも着実に生きるために学び、師匠になった。そして教えを授ける。天地のために心を立て、生民のために命を立て、虚勢のために絶学を継ぎ、万世のため太平を開く。混沌を焼き尽くす火となれないのなら、継がれるべき火となれ。その火はいつか平和な未来を照らす。 Thank you.